どうも、めっちゃめっちゃメスです。はい、ということで今日もやっていきます。はい、ちょっとね、雨でね、音がね、変な入ってくるかもしれないんですけど、そこは我慢してね、ちょっと聞いてください。はい、ということで、ね、今日はね、もうこれはね、自分がね、もうずっと野球やってる時からもう言ったろうと思ってたことなんですけど、もうそろそろ野球の指導っていうのをもう、なんていうんですかね、ちょっとこう、みんな騙されすぎやなって、自分もこう、やってる時めっちゃ騙されていきましたけど、もうここでもうしっかり言っとこうと思って、もうそのね、昭和なやつ、昭和なやつっていう言い方は悪いんですけど、もうこれだけは言いたいのは、野球上手い人が、あれこれね、野球を教えるって、これ絶対ダメやと思うんですよ。もうこれ正直な話。なんでしょうね。これはだから簡単に言うと、あんま説得力がないんですよ。だからこういろんな野球 YouTuber とかもいるんですけど、自分見とって、自分も高校とか大学時代こうね、それを見てこうやってたんですけど、やっぱり、そんなんしたところで、打てます？これ正直な話。もうこれはもう腹割って話しましょう。もう熱い、もう熱くてね、今汗出ていきますけど、これは正直な話。これで打てた人って聞いたことあります？これないんですよ。これ何が言いたいか分かります？このね、野球上手い人らが教えるのはもう後付けでしかないんですよ。じゃあこれ、例えましょう。ヒット打つじゃないですか。これヒット打った後にヒーローインタビューで、何言ってもそうなるくないですか？ヒット打った後にヒーローインタビューされて、あの球を待って、なんかここの脇をこう意識して、とかもう後からやったら何とでも言えるんですよ。これとね、ちょっとね、似たような話になるんかな、ちょっとちゃうんかな、わかんないんですけど、野球上手いやつっていうのは、もともと別にできるから、そうでしょ、野球 YouTuber さんとかでも野球上手いやつがやってるでしょ。で、野球上手い人が、こうやって、こうしたら打てるんですって。いや、もともと打ててるから、これ後付けなんですよ。だからそんなんしたところで正直な話、全く打てないんですよ。これガチで。じゃあもう一個例えるとしたら、これじゃあね、これ野球 YouTuber で誰、あんま自分正直知らないんですけど、野球 YouTuber とか、まあ、指導者とかでも、もともとめっちゃ下手くそやったけど、通常ぐらいになれた人って。だからこれの話を聞くのが一番いいと思うんですよ。だからみんなこうね、上手い人に野球聞きに行くっていうのは、もうこれはもう全く頭おかしいなって、もうこれはね、もうみんな正直気づきましょう。じゃあ変な話で言うと、じゃあね、ものすごい、ちょっと今うるさいですね。スタイルがいい人いるじゃないですか。ほんならその人が、スタイル良くなる、薬っていうのを出したとしましょう。ほんならもうこれをね、みんなは、これをめっちゃいいって言うんですけど、言うじゃないですか。今、あなたたちがやってるのはそういうことなんですか。このね、スタイルいい人の、このスタイルいい人が出してるから、この薬めっちゃいいと思って、みんな見たりね、買ったりするんですよ。でもね、これはね、絶対ちゃうくて、これはね、もともと、ものすごいデブやったやつが、スタイル良くなった、良くなりましたっていう薬やったら、説得力ありません。だから、これ、例えやってるかどうかわかんないんですけど、だからそういうことなんですよ。だから、めちゃくちゃ下手くそなやつが、ちょっと、小増しに打てるようになりました、みたいな YouTube を自分は見た方がいいです。絶対そう思います。だって、まずその YouTube 見る時点で、ね、その、君たちっていう、その、煽ってるわけじゃないんですけど、そこまで上手くないですし、絶対自分も上手く、全然そんな上手くなかったですし、じゃなかったら左打ちとかに変えられないですし、だからね、この、野球やってる人はやっぱりその、上手い野球 YouTuber とか、その、もともと野球上手かった指導者とか、野球上手い先輩とかに聞くんじゃなくて、メンバー外からなんかギリギリ8番バッターで出てるとかいう人に聞いた方が自分は絶対いいと思います。これはもうマジで今日いいこと言ったで、ほんまに。ほんまにね、勘違いしすぎなんですよ。だから、こうね、こう、今の名指導者っていう人でも案外その、昔出てなかった人っていうのが多いんですよ。だから西谷監督とかも昔はその試合に出られんかったけど、みたいな。もうその西谷監督がそうやったらもう大体そうなんですよ。大体そうって言い方おかしいんですけど、ものすごい説得力あるんですよ。だからまあね、山本聖輝監督も出しますけど、あの人も昔ね、そんな全くうまくなかったけど、やっぱいろいろこうやって聞いて、そういう、まあ言うてでも大阪、
あの大阪で5年で甲子園出てますから、そのね野球の指導としてはほんまにすごい人なんで、だからそういうのもあるので、だからなんかこう野球うまいイコールこいつは説得力あるみたいなのを思うのはほんまにアホやと思ってください。これはもう君たちそろそろ目覚ませということでね、もうこれは絶対言いたかったんで自分は話しました。ということはね、じゃあ誰の一番指導が、まあ自分のねYouTube を見るってことは大概まああのお笑いのっていうかね、この笑いのとかで言うと頭は多分いいんですけど、そういう日常的なのは頭良くないですし、ほんでその野球上手い人はもっとね、なんかもうちょい上のレベルの YouTube を見ると思うんですよ。だからね、この自分のほんまにあんまり野球を分からないような人はもうほんまにね、自分ぐらいが教える野球のやり方とかの方がいいと思いますよ。だから自分も全然上手くなかったですし、なんかそのね、勝手になんかその平方やったから上手いみたいな感じでなんか結構持ち上げられるんですけど、なんかこうなんか結構みんな勘違いしてることが多くて、自分の打ち方とか見たら分かるんですけど、もう終わってますし、左打ちに変えられてますし、でも大学なんかも自分 D チームの大メンバーがやったんで、だからね、もうこれぐらいのやつのをね聞くのが多分いいと思いますよね。そのプロ行く人とかのそっち系のやつはもう聞かんでいいですけど、って言っても別にね野球教える気ないですけど野球の悪口はねもうどんどん言います。もうこれはねもう自分野球を野球 YouTuber のくせに野球をあんまり愛してないんで、だからねもうほんまに気にくれてるんですよ。だからほんまにね、やっぱこう野球うまかった、ずっと野球うまいやつっていうのはもう正直あのね下のやつらの気持ちを分かんないんで、これはね自分はね分かります。真っ白なしんどさでも分かんない、アホいるでしょ、もうそんなやつがね今さらなんかねこんなの俺たちの頃はしんどかった、もうよう分かるでしょ、もうこれはめっちゃ分かって、なんかあのなんか俺も B チームおったことあるしみたいな、そういうちゃん気持ち分かんねんって、ちょっと A で干されただけのやつが B チームのやつの気持ちを分かった風に言ったりしたら腹立つでしょ。自分もそのねほんまに下やったんでもう分かるんですよね。ということでね皆さん、もう自分もあんまりね野球上手くない人はそういう、上手い野球選手の話を全く聞かないように、それもうましてやプロ野球選手が教える野球なんかも聞いたらダメです。目覚めてください。あなたはギリギリ出れても6番バッターなんです。それじゃあまた次の動画で会いましょう。お疲れ。